looking through clouds like sheets of paper in the sky so tired。 皆さんおはようございます。株式会社プラス A の有田です。弊社はインターネット上で Facebook ページの制作から SNS の集客までをお手伝いしている会社です。今後ともどうぞよろしくお願いします。本日よりファッションパネルが新しく新調しました。10月に、福島の方でビジネスメッセージを行いますので、それ用にパネルを制作しましたが、この本動画でも、思いっきりそれを活用していきたいかなと思っていますので、見栄えの良いパネルに今後もしていきたいなと思います。本日の、プラス A がお送りする動画の Facebook の課題は、Facebook の友達を検索するという機能について少し触れてみたいと思います。それではどうぞ。はい、本日は Facebook 上で友達を検索するという方法について説明します。Facebook 上で友達になっている方については、このタイムライン、自分のタイムラインの左側にある友達欄のところをクリックすればですね、そこから友達一覧が出てきて、で、検索窓に友達の名前を打ち込めば、自分の友達の検索をすることが可能です。今日は、この、すでに友達になっていらっしゃっている方の検索ではなく、友達になっていない方の検索を、紹介をします。この友達の一覧の上に、友達を検索、プラス友達を検索というボタンがあります。これをクリックしますと、左側のこの窓に、名前で検索する、から出身地、移住地、高校、共通の友達から、大学、勤務先、大学院っていうところを指定すると、それに伴った、Facebook に登録している友達が、左の欄に出てくるような形になります。例えば、この徳島県徳島市っていうふうに移住地をクリックすると、左側に、まだ Facebook 上で友達になってない方の一覧が並んでいきます。この友達を探し、知り合いの方であったり、今後友達になりたい方を、検索し、閲覧していって、で、そこから友達申請をするなり、メッセージをするなりすることが可能です。同級生などを見つける場合は、出身校から検索っていうことも結構ですし、出身地から検索するということもできますので、今から友達を増やしたい方は、このプラス検索機能というのをお使いのライディオはいかがでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。プラス A は毎日 Facebook に関係するいろんな情報をこのショートムービーでお届けしたいと思っております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それからプラス A の Facebook ページも、ご覧いただけますようよろしくお願いします。